はい、順次です。ではいよいよあの女の子カミリアとの最終決戦挑んでいきたいと思います。では早速いきましょう。ゴー。さてこの開幕はどこにいればいいんだ。前回は右に、うわっ、ね、なんとか避けた。よし、 OK で、なんか落ちてくる。そうこれ、まずこれを避けるところからスタート。あ、これ左の方がいいかな。こっち、あ、うん、油断しすぎ。いくぜ。左のどの辺にいれば安全なのか。あ、そうそう、センターまずい。センターはまずいのよ。始まったらすぐに左走ってって、うう、あ、ちょっと待って、右下のは出るの遅いのか。こっちで避けるか。あの弾が来るのが遅い。あ、いいね、こっちの方が避けやすい。よし、来た。あれ、今の当たんの？あ、そうか、まだ当たり判定残ってんだ。多分これ規則性があると思うので、よし、来た。で、どこで避ける？あ、画面端。今画面端は避けられましたね、多分ね。よし、さあかかってこい。ここでまず左でジャンプ。よし、で端、オッケー。ちょっと待て、何、左ジャンプ。よし、で端っこで波動砲打ってくるから、ダダッグー。これどうやって、でそうだよな、飛び散る球を打ってくるときには下にいた方がいいと思うので、どうやってあの波動拳みたいのを避けるか。よし、すぐ上に行く。オッケー、いいね。どんだけ打ってくんの。さて、もう背景がいかにもラスボスって感じですね。これは手強いぜ。本気よく行くよ。走こう。ジャンプで乗る、飛び越す。よし、 OK。 アンチあるかこれ。ちょい、うわ、もう少し。あ、で降ってくると、端っこ滞在のこれそのまま避ける。よし、いいよ、上に上がんなくていい。ただこれが、これアンチあんのかな。あ、違う、これ自分の上部に多分放ってくると思うので、なるべく距離を離すために走った方がいいかもしれないですね。それで行ってみますか。走る。弾は引きつけてジャンプ。で走る。走りたいけどちょっと怖いな。オッケー。で走る。あ、いいね。これいい。この避け方いい。よし、来た。うわ、ちょっと弾幕が。走ってってジャンプ。でちょっとずつ。ちょっと、うわー、むずい。うわ、いいとこ飛んでくるな。あ、やばい、行っちゃった。うい、まずこれを安定して回避できるようにならないと。うわ、きつい。よし、走る。ジャンプで避けてパターンを作ろう。うわ、あのスマシ顔。走ってって着地。うわー、すごい弾幕。もうもう顔も見えなくなっちゃいましたね。一回試してみたいことがあります。ちょっとやってみるか。この後思いっきり走るでしょ。その後もう走り続けて乗っちゃう。ダメか。つける。あ、いける。よし、 OK。 回避。よし、分かった。 100% じゃないかもしれませんけども、避け方の感覚、コツが分かった気がします。避けてここ走る。よし、 OK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 。 よし、来た。よし、あとはこれを避けるだけ。ちょっと待ってね。うわっ、うーそー。
激しい。あれ、これステージ5のボスの技ですね。あー、なるほど。避けろ。よし、 OK。 あとは左に、いやこれランダムか。よし、よくだ。右、うー、あれ、パターンが違う。あ、これは今度はステージこれ1のボスか。ちょっと待って待って、あ、ちょっとリセットします。そうだよな、あんまり見ちゃうと面白くないですからね。まあでもいろんなステージ、過去倒してきたボスのそれぞれの攻撃をこのカミリアが放ってきてるって感じですね。しかもどのボスの攻撃を放つかはランダムというような感じがします。そうか、まあでもそのボスの攻撃パターン、やばい、間違えた、うわ、にはきっと規則性があると思うんですよね。それを一個ずつ覚えていくしかないか。よし、来た。でこれは端にいれば当たんないでしょう。よし、 OK。 で、ステージ5か。これ耐久、あ、でもボスの体力上に出てますね。押し切り避けた。よし、 OK。 そしてでこの後、うん、ちょっと待った、これルカの攻撃だ。うーい、きつい、弾幕の嵐、濃密ですね。よし、頼む、運よく落ちてこい。あ、無理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 だ。なに、無理無理無理、今のは無理でしょ。危ねえ、変なとこ振ってくんなよ。 OK、 すぐ走れ。うっと、ルカの攻撃か。端っこでなんか石板が、あ、よし、 OK、 石板来たよね、そろそろ。だー、来たー、来たぜー。オッケー、すぐ走る。お、よし、間に合った。これはどう、あ、しまった、こいつ、そう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 、かぶりつきドラゴンが出てくるんですよね、下から。そうだ、忘れてた。じゃあこれも端で避けるのが基地か。あぶね、やばい、配置が悪い。よし、来た。でもこれどこでボスにいつ攻撃与えればいいんだ、これ。てか当たんないよね。うー、どうやって、あの頭に浮かんでる魔法陣みたいのがダメージポイントなんですかね。よし、あ、これはランダムなので運を手に巻くとして消えたらすぐ、あっと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 、それか。 OK、 よし、ルカの攻撃か。どの辺で来たっけ、あれ。そろそろだな。あ、やばいやばい、乗らないと。うー、くそー。 OK、 え、これはちょっ、マジか、これテレビマンの攻撃ですね。うー、よし、ちょっと待って待って、よしよしよし、避けれてる。何、おう、今みたいな感じか。あれ、でもボスの体力減ってますね。あ、じゃあこれ耐久か。う、あ、ちょっと待って、これ何、ちょ、新しい、あ、ステージ 6のボスの攻撃か。そうですね、ステージ6だ。あの鬼畜4人、4人じゃねえわ、四天王の攻撃ですね、これ。ちょっと待って、これぐらい避けさせてくれー。うんと、ステージ6、危ねー。これは集中、うっ、ちょっと待った、ハイドロポンプか。集中中、よしよし、頼む、よっけー、まだ来る、まだ来る。うわ、やばい、当たっちゃった。もうちょいだな、やべえ。リンゴにぶつかりに行ってしまった。何、よし、
黄色だけ跳ね返るんだよな。来たか。いや、きついな、これも。危ね。よし。ちょっと、これを。よし、回避した。オッケー。一つ回避。ステージ 1&2 は回避できるようになってきたのか。あ、危ね。あと何来たっけ。あ、これ、え、うわー、きつい。よし、オッケーオッケーオッケー、いいぞ、調子いい。二つ回避。これは、あ、そうか、ルカの攻撃か。よっ、高い石板、高い。そしてこれか、オッケー。うわー、来た、これか。よし、いいね。よしよし、下げた。次はこう、うコウモリ&溶岩クラッシュか。やるね、これか。危ねえ。次はあれか、弾飛ばしていくんだよね。追い込まれてますね。よし、ギリオッケー。走れば大丈夫か。で、あれ撃ってくんだよ。うわ、しまった。よし、これは避けるぞ、今度こそ。よし、来た。オッケー、避けた。いけるいける。これは何、くー、よし、うわー、よし、これか。これ一個、あの一番上まで乗らなくても飛べるんじゃないかな、そんな気がする。あ、だ、乗った方がいいかな。結局縦にジャンプじゃないですもんね。横にジャンプして避けるんだったら一番最上階からじゃなくてもいけそうなんですよ。来たな。よし、オッケー、避けた。あとはこれ。よし、来たぜ。避けた。あとはこの弾を避ければいいのか。危ねえ、撃っちゃった。おお、喜びのその一瞬に隙が生まれた。くそ、欲しい。慎重にね。いけるいける。ちょっと待って、消えろ。長い。やべ、容赦ないな、あのリンゴ。オッケー、次は、よし、来た。あ、間に合わなかった。よし、オッケー、超えた。次はこれか。頼む、いい弾こ。よし、次だけど、うわ、よし、オッケー。あとは超えられてないのはキッド君のあのテレビマンの攻撃だけですかね。これこれだけだよな、これ。うわ、ここの方が多分避けやすいと思うんですよね。行動範囲もジャンプも広くできるのでいいと。あ、いける。ちょっと待って、ちょい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 。オッケー、超えた超えたぜ、初めて。ちょっと
よ。このチャンスを無駄にすんなよ。今オッケー、いいぜ、今回すごくいい。あとはこの無数の弾を回避しろ。危ねえ。うー、オッケー、うん、ほー、いい調子、すごくいい調子でしたね今。よし、この調子で突破するぜ。序盤はだいぶ攻略できてきましたね。ここはジャンプ、ジャンプ、ここ消えてるけどジャンプ、そして垂直に降りて、ここで一回止まって走る。 OK で、これ真ん中っていうかちょっと端に寄らない方が、ここで端寄ってった方がいい。なんかね、時期狙いが入ってるような感じがするんですよね少し。だから危ねえ。よしよしよし、そしてこれか、やばい、あ、ジャンプしちゃまずかった今。OK、 それか、よし間に合った。 OK、 よしよしよし、いいぞ。集中、 OK、 次はこれか、5、6、7、8、次。よし、 OK、 いいぞ、頼む。危ない、よし、あちゃ、おお、うっそ、うっそ、マジか。危ねえ、頼む、いいの来てくれ。よし、オッケー、最後、よっしゃ、いった、オッケー、次はちょっと待って、これはていうかまだあるのか、第二形態ですか。ちょっと待って、これはどうすればいいの。敵の体力バーは出てますよね。耐久、
ってってるか。うわマジかー。え、耐久なのかな。うーん、それか最初に考えたように頭にある魔法陣にショットするのかな。よし、やるか。え、マジか。オッケー、イエス、やった、こっからだ。オッケー、嬉しい。よしよしよし。まあでも、ということはここから後半戦っていうことですね、きっと。いやー、まあでもなんとか前半突破できてよかったです。いや本当に緊張した。はい、ではここから先のバトルは、次回の動画にしたいと思います。でこのカミリアに第3第4形態等なければ、おそらく次のパートが最終パートになるかと思います。いよいよ長かったカミリア2に終止符が打たれる時が来るんですね。よし、頑張っていくぞ。はい、ということで次回の動画もぜひご覧ください。よし、では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。 OK。